おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2761です。はい。今回紹介するのはですね、前回ね、大地に立たせるところまで行きました、こちら、SMP の大胆カムヒアセットですね。そちらの中から前回は C パートですね。両足の組み立てを行いまして、その前にね、紹介しました A パート、B パートのパーツをね、組み合わせて、大地に立たすまでやりましたということで、今回ですね、最後の組み立てになります、カムヒアセットのパーツですね。見た目重視のバックパークとかね、そういうようなパーツ、そちらのね、組み立てをやっていきたいと思いますので、早速ですね、パーツの方をざーっとね、用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。とりあえずこの辺にね、マッハアタッカーですね、を用意してありますよと。で、あとこちら武器関係をね、用意したということで、早速ですね、作っていきたいと思います。まずは、このパーツですね。こちらのパーツを用意しまして、このパーツの溝っていうかね、ここの部分に対してこいつを入れるよと。このパーツ向き決まっておりますんでね、こっち側にシールを貼りますけど、こっち面に対してこの平らな面がね、来ますので、これをここに向かってバチッと入れると。で、これですね、結構入れづらいと思いますんでね、そこの部分破損させないように十分注意しながらこういう風に入れてあげますよと。で、これができましたら、今度この辺のところに対して、こちらのパーツだな。これもですね、横にシールを貼りますけどね、こんな感じのパーツを用意してあげて、ここにね、スッと入れてあげると。そして固定するようなイメージで、この白いやつを上から下に向かってぶっ刺しますよと。で、これができましたら、こちらをね、最初に組み付けたこちらのパネルに対して、こいつを入れると。これがですね、こちらの向きにこういう風に入ると。これもですね、やりづらければ展開してね、やりやすい形を作って、組み付けてあげて倒しましょう。はい。これができましたら、くるっと回してね、こちらに対してタイヤ状のパーツですね。このパーツをここに入れて、こいつを使って固定すると。はい。そしてこちらのパーツは逆方向に倒すっていうね。こんな感じでね、こちらのパーツを作りますよと。で、これと同じものをもう一つ作っておきますってね。こんな感じで二つ作っておきましょう。はい。で、これができましたら今度ね、真ん中の部分のパーツを作りますけど、ベースがこちらですね。こちらのパネルパーツ、それとこのパネルですね、を用意してあげると。で、こちらのパネルパーツの、ここですね、2箇所穴がありますんで、ここに対してこちらですね、黄色のね、爪状のパーツですね。こちらのパーツを用意してあげて、これをここにですね、ズボッと、とりあえず差し込んでおきましょう。反対も同様に差し込んでおきましょう。で、ぐっと押し込んでね、こんな感じかな。で、これ逆ですね。こちらがこういう感じで入らなきゃダメですね。最終的に中にしっかりとね、格納される形にならなきゃダメですね。はい。間違っておりましたけど、こんな感じで入れてあげると。で、これができましたら、このパーツを使ってギュッとね、入れてあげて、上のところに対して、こちらですね。非常にやりづらいんですけどね、ここの部分にパーツを差し込んであげて、シールを貼ります。反対も同様ですね。こちらの部分にこいつを組み付けてシールを貼る。そして真ん中のところにね、こちらの矢印状のパーツを入れてあげましょう。はい。そしてこちらのパーツですね。くるっと回した後ろ。ここのところに V 字のね、シールを貼り付けておきますよと。はい。で、これがね、できましたら、今度はこのパーツ。こちらのパーツのここと横ですね。に対してシールを貼り付けておきまして、向きとしてはこんな形ですね。こちらの大きい空洞がね、下になるように持ってあげまして、横のところに先ほどとね、同じような感じでタイヤですね。これをここにズボズボっと差し込んで、しっかりと組み付ける。もう一つも同じような感じですね。タイヤパーツを入れてあげて、こいつを使って固定するよと。はい。こんな感じ。そしてこれができましたら、中心のこのね、穴のところに対して、先ほど組んだパーツをスポッとね、ここに入れてあげると。で、奥までぐーっと押し込んであげますよと。はい。で、これができましたら、上のところに対して白いパネルですね。こちらのパネルパーツをここに入れると。向きはこちらですね。形状合わせで刺さりますが、こんな感じで入れる。で、さらに上のところに対して、こちらですね、運転席っていうかね、こちらのパーツをここに入れておきましょう。前面のこちらのところには、こちらね、パネルパーツを差し込んでおくと。で、前から後ろに向かって入れてあげて、この形ですね。はい。こんな感じ。で、このパーツですね。こいつ自体は、パカッと開くっていうよりも、外してね、展開するみたいな感じになってるんで、ここのパーツ自体はね、ただ単に前面からね、奥に向かって、とりあえずね、スポッと差し込んでおくだけですよと。はい。一応こんな感じでね、こちらのパーツできましたと。これができたら、今度こちらね、白いパーツ、こちらとクリアパーツですね。これを重ね合わせて一体化させますよと。裏側にね、ピンがありますんで、そこでしっかりと差し込み、非常にちっちゃい突起なんですけどね、ここの部分に対して、ものすごく小さなこの赤いパーツを入れると。はい。こんな感じですね。これができましたら、これもね、また避けておきまして、このブロックパーツ。この黒いやつを中心にしてね、ここの部分にこいつを差し、もう一つのパーツを使ってしっかりと固定してあげますよと。で、こいつがですね、組み立て完了しましたら、こちら、軸がね、下になるように持ってあげまして、この形にして、今言ったこの軸の部分に対して、この赤いパーツですね。この赤いパーツですね。これをここに刺しましょう。もう一つも同様にここに差し込んでおきましょう。はい。そして、ここのね、内部に組み付けたここの部分に合わせるイメージで、こいつをね、ここに入れると。向きとしてはこの形ですね。で、これができましたら、両サイドですね。ここちょうど穴開いてますね。そこに対してこちらのパーツを入れると。これをね、ここにスポッと入れなきゃいけないので、ちょっと大変ですね。まあ、これ、1個入ればね、後々、もう1つ入れるのは簡単だと思うんですけどね。とりあえず1個目入れるのが大変だと思うんですけどね。ここにスポッとね、こういう風に入れてあげましょう。はい。そして、こちらのね、両サイドのところにこの赤パネルですね。こちらの赤パネル、これをね、ここにパチッと入れる。もう1つも同じような感じでパチッと入れて、シールを貼っておきましょう。で、これができたら、この赤パネルをね、ぐっと内側の方にね、寄せて折り曲げておきまして、このパーツをこちらのパーツのここに入れると。その時に、この赤ダクトというかね、これが下になるような感じで、この形でスポッと入れてあげて、こちらをね、内部に組み付けた軸をしっかりと差し込みましょう。この時に、今組み付けているね、こちらの軸ですね。ここの向きとかが間違ってると収まらないんでね、その部分しっかりとね、把握しながら、この部分ね、スポッと入れてあげると。で、組み付けてる向きはね、間違っておりませんので、まあちょっとね、やりづらいんで、ささっとちょっとね、刺してしまいたいと思います。はい、なんとか刺しました。最初の引っかかりがね、結構やりづらいんでね、位置関係合わせながらなんとか頑張ってグッと入れてあげるっていう感じですね。はい。で、これができましたら用意しておきました、こちら白いパーツをここに重ねてあげますよと。はい、こんな感じですね。一応こんな感じでできた。で、今入れた感じ、こっちの下側にですね、入れる前にね、こちらの上の白いパネルにこちらのブロックパーツを差し込んでから重ねる方が楽かもしれないですね。そうした方がね、こちらの軸のね、左右のばらつきがね、安定化されて刺さりますんでね、そっちの方が多分楽だと思いますけど、こんな感じで用意します。で、これができましたら、くるっと回したね、こちら裏側をね、向けてあげて、ここの部分に対して、このパーツ、それに金色のね、こちらのトゲを差し込んであげまして、このパーツをここに入れるよと。で、一発撃ちます。ここですね。ここに対して軸をですね、入れて、今組んだばかりですけど、このパーツをね、しっかりと中に組み付けて固定してあげますよと。ここもですね、他の部分と同様に、やはり硬いんですよね。なので、軸折ったりとかね、吹っ飛ばしてなくさないようにね、十分注意しながら、ここの部分にね、頑張ってしっかりと差し込んであげると。で、これができましたら、もう一つね、穴がありますんでね、ここの部分に対して組んでおいたこちらのパーツの一つですね。向きとしてはこういう感じ。シール貼った部分が前面になりますんでね。それで合わせてあげて、この形になるようにセッティングしてあげて、先ほどとね、同様ですね。ここの部分に対して、同じ感じでね、軸を打ってあげるよと。これもね、非常に硬くてやりづらいと思いますんでね。一応十分注意しながらね、この部分にズボッと入れてあげましょう。はい。で、一応こちらをね、ぐっと寄せて、組み付けてあげれば、この形になると。なので反対側ですね。こちら側もね、同じ感じで、ささっとね、つけてしまいたいと思います。はい、組み付け完了です。これでマッハパトロール完成ですね。はい、一応こんな感じでできましたと。で、残りのこちらのパーツを作っていきたいと思いますが、大胆ファンに関しましてはね、こちらのパーツは、A パートの時にね、作ったやつと同じ感じでね、まずこちら組み付けてあげて、こいつを刺しますよと。はい。で、あと先端ですね。ここの部分に対してこの開いたやつをつけますか、それとも閉じたやつをつけますかっていう感じですね。一応こんな感じですね。これ選択式となっておりますよと。で、こちらですね。閉じたやつは1個しかありませんが、開いたやつがですね、もう1枚ありますので、最初に紹介しました A パートについてるやつをね、組み替えてあげれば、開いたやつをね、ダブルにすることができるというふうになっておりますよと。はい。そして、大胆ザンバーに関しましては、こいつですね。こいつと、こいつをね、組み合わせたものを用意してあげますよと。で、これが準備できましたら、先端部分に刃をね、カチッと入れるってね。はい。これで、ザンバーできましたと。これもですね、同じ構造でもう一個作りますよと。そして手首パーツ。手首パーツがこいつですね。一応こっちが手の甲になるのでね、こいつに対してこいつがパチッとはまります。ここにね、穴がありますんでね、ここの部分に対してこいつをつけたりとかするんで、受け部分になると。そしてこいつがですね、ここにはまると。そして親指パーツが入りますと。一応このパーツがね、平手といえば平手なのかな。ただこちらの平手に関しましては、ここが稼働してね、指パーツも動くっていうね、そんな感じで平手パーツができたと。これもですね、左分がありますよと。で、こちらのパーツ、それとこいつですね、を組み合わせたミサイルですね。これができますよと。一応ね、奥まで最後までね、刺さなきゃダメなんで、こんな感じで作ってあげますよと。はい。一応こんな感じですね。そして最後に見た目重視のバックパック。見た目重視のバックパックに関しましては、これが下ですね。になって、こいつが中に入るよと。で、さらにこいつが入りますけど、この状態だとね、中間がスカスカになりますんでね、ここの部分に対してこいつ、このね、ウィングパーツをここにスッと入れてあげて、もう一つのパーツで閉じますよと。こんな感じ。で、両サイドのところに対してウィングですね。これをズボッとね、入れてあげることによって、これで見た目重視のバックパックが完成という形になります。そしてこちらですね、十字のやつがありますけど、一応これでね、カムヒアセットの方が完成と。ただちょっとね、忘れてたのが、こちらね、マハパトロールの横ですね。ちょうどこちらのね、扉なのかな。ここの部分、両サイドに対して付属のね、シールを貼らなきゃいけませんので、ちょっとね、貼ってしまいたいと思います。はい、シール貼りました。このシールがですね、ガイドがないんで非常に貼りづらかったんですけどね、一応こんな感じとなっております。組み立て自体はほとんどこいつですね、マハパトロールだけなんですけど、それ以外はね、とりあえずね、問題なく作ることができるのかなと。ただ、こいつがですね、思ったよりも複雑なのと、ここについてる小さいパーツがね、いろいろ組み立てるのが大変な部分はありますんでね、まあ十分注意しながら作れば問題ないと思いますが、一応こんな感じになっております。はい。ということで今回ですね、SMP の大胆カムヒアセット。こちらの中からですね、カムヒアセットの方の組み立てやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回はですね、1回目、2回目、3回目でね、作ったパーツを組み合わせた大胆3ですね。そちらの方のまず基本的な稼働範囲。それから、武器の保持とかね、こちらをやって、さらに見た目重視のバックパックですね。これを組み付けたやつをまずやります。その後に変形させてね、大タンクとか大ファイターやっていきたいと思います。そして最後に、こちら、マッハパトロールをね、変形させて、マッハアタッカーね、やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。